今回は運動が苦手な方でも簡単に全身使うことができる3つのおすすめエクササイズを紹介していきます。各20秒です。同じエクササイズを行うなら効果的な方がいいですよね。そういった方は一緒にやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、3種目の厳選されたメニューを紹介していきます。筋肉の使い方としては、反復運動、静止する運動、力が入ったところから引き伸ばされる運動、この3つの筋肉の使い方があります。今回は初級者と中級者におすすめな止まる動きと引き伸ばされる動き、2種目ずつ紹介していきます。エクササイズは3種目、この3種目に応じて2種目ずつ初級中級と紹介していきます。どれも20秒間です。しっかりやりたいよって方のために20秒間を3セットずつ行います。まあまあいい運動になります。3種目20秒3セットです。合計9回行います。初級中級ありますので、レベルに応じた方法をやってください。それでは1種目ずつやっていきましょう。まずは腹筋です。座った状態からゆっくり倒れていきます。倒れていくにつれて足を浮かせて、ここでキープ、20秒です。キープ難しいよって方はゆっくり倒れて足を上げたら、足を下ろしながらまた戻る、倒れながら足を上げる、足を戻しながら起き上がる、といったことを20秒間やってください。これはまず3セットです。しっかり息を吐くことでお腹がへこみます。それではいきます。スタート。初級の方はこういう感じで休みながらやってください。できる方はキープ、ここでキープです。息をどんどん吐きながらキープです。あと少しです。はい、 OK です。2回目いきます。スタート。できる方はキープ、足の力をできるだけ抜いて息をどんどん吐いていきます。疲れたら足を上げて起き上がってください。はい、OK です。意外とあっという間ですよね。もうラストです。いきましょう、スタート。20秒ぐらいがちょうどいいですよね。あまり辛すぎるとね、長続きしません。継続が力です。はい、OK です。もう1種目終わりました。あと2種目です。今度はこの状態からゆっくり降りて、ここでキープ、20秒です。キープできないよって方はゆっくりゆっくり降りて、上体反らしながらまた起き上がって、ゆっくり降りてっていうことを繰り返してください。20秒いきましょう。それではいきます。スタート。キープできる方はここでストップです。このキープがね、めちゃくちゃ辛いですよね。動いてる方が楽に感じるぐらいです。辛い方は降りて上体を起こしてください。あと少しです。 OK。 これは結構辛いと思います。女性はね、腕の力弱い人多いんで、無理せずにね、できる範囲でやってください。2回目いきます。スタート。まあまあ辛いね、これがね。プランクよりも断然辛いですよね。できる方はキープ、できない方は1回ずつ起き上がってください。あと少しです。よし、 OK。 さあ2種目目、もうラストです。もう半分来てます。頑張っていきましょう。さあラストいきます。スタート。あー、結構腕にね、腕きてる。これ中級者結構辛いですね。うわ、腕にきてる。うわ、辛い方はね、一回ずつ降りていいです。うわー、効く。じゃあ腕に効いてる。さあもうラストです。最後は足肩幅、つま先立ててお尻が下がらないように体をまっすぐにしたままゆっくり倒れて、できる方はキープ、辛い方はね、こういう感じで
ちょっとずつやってください。前もも痛いよって方はね、まっすぐな方がももに効きます。辛い方は回路足。さあラスト頑張っていきましょう。それではいきます、スタート。あー前ももが痛い、これは痛い、起き上がりたい。あーかー、これは効く、これキープは結構辛い。皆さんね、どうですか、結構キープは辛いぞ、これは。うっ、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 オッケー。はぁ、前もも来る。これはね、ストレッチされながら引き伸ばされるんで、痛い痛い。あと2回、頑張りましょう。さあ、行きます。スタート。お、どうですか、皆さん、どうですか。これね、これで20秒キープ、結構辛いぞ、これは。あ、喋る余裕がない。みんなどうですか。いやーくやくやー、うわっ、うわっ、オッケー。うわー、もういってー、これ。いやー、変な汗が出ますね。さあラスト行きましょう。よっしゃー、行くぞー、スタート。あー、もうこれね、スクワットより断然辛い。どうすか皆さん、どうせ皆さんどんな感じですか。これコメントでね、教えてください。起き上がったりしてるとかね、止まれたよとか。あーはっはっ、うわっ、オッケー。うわー、もういって、お疲れ様でした。たったの3種目3セットしたので、しっかり鍛えられてます。まあ、20秒だからね、全然効いてないんじゃないのとかね、たった20秒でいいのって思うかもしれませんが、いいんです。回数をこなして小分けにすることで筋肉はしっかり使われるんです。どんなエクササイズしたらいいかわからないよ、たまには全身使うエクササイズ乗せてよと思った方はね、これをね、週に1回でいいです。いつも行ってるエクササイズとは別で週に1回やってみてください。慣れてくると週に2回。今回やった時間って言ってもたったのね3分です。ちょっと時間を作ってもらって、これがね、中級編ができるようになれば大体のことができてきます。頑張って筋力体力つけてみてください。頑張ったよとかね、中級できたよとか、初級でいっぱいいっぱいだったよとか教えてください。グッドボタンもお忘れなく。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。